ユルゲン・ファンデン・グールベルクは、オランダ・ブレダ出身のモーターサイクルロードレーサー。ニックネームは、フライング・ダッチマン。1991年、250cc クラスで、ロードレース世界選手権にデビューする。1997年には、プライベートチームで、本題の SR500 を買って 500cc クラスに、ステップアップを果たす。1999年には、ムズチームに移籍。 2000年はアリー・モレナー・レーシングで n s r 5 0 0トを買ってベストプライベーター賞を獲得。2001年にはケニー・ロバーツ率いるプロトン KR チームから出場。2002年にはアーブ・カネモトのチームから出場した。2003年から2005年にかけてはスーパースポーツ世界選手権に活動の場を移した。2005年には負傷した玉田誠の代役として、 コニカミノルタホンダから2000出場し、ウェットレースになった上海では19番グリッドから6位を獲得する活躍を見せた。2006年から2007年にかけては、どのロードレースにも参戦せず、ミシュランタイヤの開発ライダーとして活動した。また、同時期には、ヨーロッパエンデューロ選手権、オランダ国内のトライアル選手権や、スーパーモータードレースに出場した。2009年には、 チームホンダヨーロッパから CRF450 を買ってダカールラリーに初出場。二輪部門で総合17位で完走を果たした。ありがとうございます。